皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今回は星稜高校の秋の個別入試相談会、このお知らせをします。この入試相談会は3回行われるんですけど、そのうち2回は、ね、入試の相談プラス11月30日に行われる静岡県の学長テスト、この学長対策講座、これも合わせて行われます。日時第1回目10月の30日の日曜日、10時から15時で、入試学費、特待生制度などについて個別に相談に応じてくれます。第2回目これ11月の6日の日曜日、時間は個別相談が9時から15時、そして中3の学長対策講座、これは9時から12時まで行われます。3回目は11月20日の日曜日、個別相談は9時から15時、中3の学長対策講座、こちらは9時から12時、このようになっています。申し込みが必要で、こちらのチラシお持ちの方はこのチラシにある QR コードから申し込むことができます。またお持ちでない方、星稜高校の入試広報課に問い合わせをするか、ホームページの方から申し込んでください。今回は星稜高校の秋の個別入試相談会、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。